明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ちょっといろいろありまして、はい、ちょっと配信が遅くなっちゃいましたね。明けましておめでとうございますって言えるギリギリの日ですね。すいません。まあとにかく年も改まったんで、またね新たな気持ちでやっていきたいなと思います。はい。最近の夏美お嬢様はどうですか？私はですね、今回ちょっと配信が遅くなっちゃった原因でもあるんですけどね、コロナ禍で親知らずをバシバシ抜いてるわけですよ。そうで、ラスボスを抜いたんですよ、ここ。そしたらこの上2本は全然もう痛くもないよとか言ってたんですけど、もうね、ほんともう牧田さんにはちょっと写真送ったんだけど、ね、こんな、ほんとこんな腫れちゃってすごいよ。牧田さんにこれ画像加工してないのとか言ってびっくり。そう、もうね、横向いても下向いても上向いても痛いし、ちょっとね1週間ちょっと倒れてました。いやでも本当ね、俺もね親知らず抜いた時は、ね、俺毎日ロキソニン飲んででしょ。もうね、数日ロキソニン飲まないともうやってられない感じですよ。医者からはね3日分しかもらってなかったから、自分で薬局に買いに行ってね、飲んでた。ですよね、3日なんて全然無理よ。ご苦労様でした。ご苦労様、失礼いたしました。清美お嬢様、清美お嬢様、お嬢様って言っていただいたんで、そうだな、まあでですね、これね、私今日パソコンなんですけど、私の MacBook Air を今毎日ご対面して朝よろしくお願いしますって朝9時には開くようにして毎日配信なんでおります。やっぱ画像が綺麗ですね。綺麗。なんかそうなんだね。で最初はほらなんかね、この携帯の iPhone なんだけど、携帯の方がちょちょちょってなんか何でもこう手元で操作できて楽かなと思ってたんだけど、最近ちょっとこっちに慣れてきたら、なんかパソコンの方がやっぱりこう見やすいっていうか使いやすいのかなって感覚がちょっと出てきましたね。おー、まだまだまだ。でもね、 LINE も入れたし、あのそう よく電話してあの指導してもらってます。うーん、なるほど。まだ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 。松見お兄様は、そうだな最近はどうだったかな。あ、そうそう、あのね、シエナウィンドオーケストラがね、ツアーに出たんですよ。まあ、佐渡裕さんの指揮でね、ね、どこ行ったかっていうとね、あそこですよ。岩国は山口県ですね。岩国シンフォニーヒルズっていうホールとね、それから、広島県の、福山市ですね。リーデンローズっていうホール。どちらもね、すごい美しいホールでね、あの、響きもね、素晴らしくて、まあ、佐渡さんとシエナの18番の曲ばっかりを集めた、あの、コンサートをやったんですけどね。へぇー、うん。でもね、このツアーっていうのは、あと1回、この、あと何日か後にね、佐世保に行って、この3日間で終了なんですけど、本当はね、もっと詰まってたんですよ。まあ、やっぱりこのコロナ禍の影響でね、キャンセルも相次いで、まあ、3日間だけになっちゃったんですけどね。あ、でも良かったですね、3日間でもツアーで。そうそう。いや、本当。だから、やっぱりね、客席半分にして、客席こう、1個ずつこう入れ違いでね、座ってもらってっていう形でやったんですけど、だから、その、1日1公演のところ、短い公演を2公演やって、まあ、お客さん、まあ、2公演で合計満席分の人数ね、入っていただけるようにした。素晴らしい。まあ、そんな感じでしたね。うん、まあ、それでね、とにかく最初、今日の最初にお聞きいただいたのは、今日のためにわざわざちょっと録画したんですけどね。みんなで、いわゆるリモートで、演奏して、合成したわけなんですが、
これは三秒節っていう題名だっけ。そう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 。確かそうだった。ああ、これ歌詞ね。あるんだよね。歌詞あるんですよ。あ、そっか。つければよかったな。え、あるのあるの。さ、さん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 、ビヨン。だからそれを歌えばよかったな。あ歌おうか。そうか。そうか。まあ、またの機会に。ね、本当に振りもつけたいんだけどね、あれね。そうなんですよね。あの、来年はそしたら、あの、リモートでほら、あの枠がほら、いくつもできるじゃないですか。だ3人でそれぞれ、さっさん、さんさんとか、なんか踊りのところも入れて、バージョンアップ、うん、2022年バージョン作りましょうじゃ毎年。1年がかりで考えてる。まあ、これあの、ライブでしかやってないからね。そう。CD にも入ってないしするんで、今日が、だから全国的には初お披露目みたいな感じですか、ね。全国的に。はい、そういうことなんですね。貴重な映像でございます。はい、また私、まあ、何気に、まあ、作ってて、まあ、三秒節にあの春の海くっつけてやろうと思って、で、まあ、なんかこう波の音あったらいいなと思って、松見さんに波の音送ってくださいって言って、でなんか生で松見さんがああやって波の音くださいって言ってやってくれるって、なんか贅沢だなって思いました。そう。だろだろいや、なんか最初だからあの波の音は音だけで音声だけ使おうと思ってたんですけど、いやいや、そんなこの松見お兄様がせっかくこうやって波の音やってんだから、やっぱこれ乗せなきゃダメだよなと思って、うん、もう本当はね、あの大きいね、うん、あのいい音がするあのニューオーシャンドラムでやりたかったんだけどね、それあの夏目お嬢様のお家に忘れてきた。じゃあ、うちでやればよかったね、私が。うん、俺すげえ探したんだよ。なくてしょうがない。小さいのでやったんだけどね。そうか。そういえば、あそこにあるなと思って。またそれは来年。じゃあ、来年はそうしましょう。来年はそうなんですよね。はい。ではでは、次のコーナー。はい、質問コーナー。皆様からお寄せいただいた質問を読み上げますので、皆さんお答えください。はい。はい。第1問目。シャンプーは何を使ってますか？スカルプ。ああ。え、それ、ジャンルの名前？あ、あの、地肌用、ケア用スカルプシャンプーでしょ。あ、おー、地肌をケアするシャンプーってことですね。そうそうそう。地肌が大事ですからね。なるほどね。うんうん、皆さんは？私ね、今持ってきたんですよ。これ、なんか宣伝みたいなことになっちゃうかもしれない。別に何の私は関係もないんですけどね。これ、詰め替え用なんですけど。ああ。こういう、プロステップ、ヘアケア。私はね、カラーを守るようなやつにしてますね。ああ、あるよね、うん、そう。うん。やっぱりカラー用シャンプー使うとね、持ちがちょっといい気がします。うん、あ、違う、うん、やっぱ違う。私は、なんか、ボタニカルっていう名前のやつを使ってるかな。おお、なんか自然っぽい。見た目透明なやつ。んまあ、すげえこだわりがあるわけじゃない。もう、なんか見た目でなんだって感じする。全身メリットとかじゃないんだね。で、松見さんとこ。松見さん、あ、質問していいですか？はい、はい。松見さんとこって奥様とシャンプー一緒？違う？あ、違います。あ、違うのね。うん。彼女はね、なんかすごいいいやつ使ってるらしくて、これは私専用だから使わないでって言われました。ああ、やっぱりね。わかるわかる。もう私の金で買うからっつって。あ、自分で買ってんの？そうそう。だから、僕は、家族の金で買ったシャンプーで、まあ私と子供はそれを使ってるって、そういう感じです、ね。ああ、そうかそうか。へえ、そうなんだ。はい。じゃあ次の質問いきますよ。今のこの瞬間の心配事は？なんかありますか？いや、はい。はい、どうぞ。あ、なんかこれ言っていいのかな？いい、言っちゃう、言っちゃう。体重。え？お太ってきた。いや、なんか
いや、歯抜いて、途中までは全然食べれなかったんですけど、うん、なんか多分糖質取りすぎたんだよね、こう食べれないから。うん、全然動かないし、運動もしなかったから、うん、なんか、むくんでんのかな。いや、多分太ったのかもしれない。あれ、体重計は、うん、体重計的にはなんかちょっと太った。にはつうか、いわゆる太ったってことだよね、それ。だってさ、歯抜いて痛いもんしてさ、そんなに大して食べれなかったのに太ったとかさ、もうなんか一個もいいことないなと思って。うん。頑張ってください。そうね。心配事はね、僕はね、とりあえずね、やっぱり、この先、仕事がどうなるのかなっていうのは、まあ、なかなか心配ですから、ね、うんうん。ずっと心配だったけどね、この一年、うん。まだ心配してます。だ結構やっぱり、キャンセル、この先の仕事もキャンセルになっちゃったりね、し始めてきたんで、また。ああ、また、松見さんでもやっぱし、うん、そうなんですね。それはもう。うん、皆さん、この業界の人はそうじゃないですか。ツイッターなんか見てても、そういう声結構上げてる人いっぱいいるんでね。そうですよね。まあ、とにかく、持続化給付金がまた出ることを望んでます、みたいな。ね、どうですか、中央嬢様。そうだな、私、まあ、心配事ってあんまりしないようにはしてるんですけど。うん、だろうね、ちょっと今この気になってんのはね、うん、今また自分の曲をちょっと録音ずっとしてて今日仕上がったんで、動画編集をパソコンでできるようになりたいっていうのをちょっとどうやってやるのかなみたいな、それが気になるかな。それはもうあれですよ、プロデューサーに教えを請うっていうね、はい、教えを請う、うん、でもね、あれなのよ、教えを請うにはね、ある程度この基礎用語とか分かってないと分かんないんですよ。ああ、それはそうかもな。あるでしょ。でもこう言われたことがね、その意味がわからないっていうまだ段階なんで、ちょっと厳しいね。だから説明書っていうか、本も一応売ってて、それも、あるんだけど、用語がわからないから、その説明見てもわからないの。なんか最近はいろいろ YouTube でその解説とか、すごい載ってるから。なるほど。はい。では。次の質問にね、行ってみますよ、はい。異性の好みの体型は、うん、まあ、例えば、細め、ぽっちゃり、がっしりなど、うん、ということです。うん、まあ、もちろん、好みのっていうだけの話なんでね、いい悪いではないですね。うん。うん、個人の好みの話ですね。うん。うん、じゃあ、俺から行こうか。松見お兄様。僕はね、好みはっていうことで、最も好みはっていうんであれば、まあ、まあ、やっぱり、くびれがあった方がいいかなっていう感じは。ただ、やっぱり、すごい細い、ガリガリとかっていうのはあんまり好みじゃないんですよね。やっぱり、ある程度こう、肉付きがある。感じ、健康的な感じが好きですかね。ただね、世の中の多くの人はね、まあ、それぞれに、どんな体型だろうが、見栄えだろうが、それぞれになんかコンプレックス持ってたりすると思うんですけどね。例えば太めの体型だとか、背が高いとかね、女性の場合ね。そういうのコンプレックスに思ってる人いると思うんですけど、僕に言わせればね、それっていうのはね、女性の、なんだっけ、フェロモン。フェロモンを発する面積が多いとも言えると思うんですよ。出た、またほら、生物学的ななんか。いやいや、そうでもね、そんな高等な話で、俺に言わせれば、だからね、背の高い人とかね、ある程度その、ぽっちゃりした方とかね、結構、そそられる面はある。なっていう感覚があるんですよ。それはですか、やっぱり個人の
これは個人の意見ですってやつですか？個人の見解ですね、けどね。だから、そのフェロモンを多く発散してるんだと思っていただければ僕はいいと思います。だから、夏美さんもね、今、はい、フェロモンいつまで走ってるから大丈夫よ。面積が増えた。面積増えたから。そうそう。え、だから松見さんさ、自分より背高い人でも、うん、OK ってことね。そうそう。OK っていうか、そういうふうに感じるってことですね。あ、うん、なんか、そういう、それはそれで魅力を感じるっていう。いいですね。うん、それつながりでいくと、背はあんまり関係ないんですけど、肩幅がすごい狭い人ってなんか全然男性感を感じないですね。おー、なるほど。おー。狭い人いる？え、いますよ、結構。女の子みたいに細い子。それいますよ、いる。うん。撫で方とかね。あ、そう、撫で方でも、なんかすごい、もう、なんていうの、私より肩幅が狭いのはちょっと嫌だなって。うん。だから細い上に撫で方でって人いるもん。ああ、いますね。うん。なるほどね。そうか、私はなんかあんまり意識したことないけど、考えてみると、どっちかっていうと細型なのかな。か、筋肉質、うん。なんか、今まで好きだった、人が、ほら、ロッキーのあの人なんだっけ、シルベスター・スタローン、スタローンとかジャッキー・チェンとかだったから、多分筋肉質の人が好きなのかな。なるほど。いいですよね。まあ男としても憧れますかね、あれは。ああ、うん、はい、ということで全て個人の見解です。はい、では質問コーナー以上です。またぜひ質問をお寄せください。お寄せください。松見の3分ください。今日3分話させていただくのは、音色が命かなっていう話でね。私は師匠にね、やっぱり再三言われたことはね、やっぱり打楽器はに限らないと思うんですけどね。とにかく打楽器をやってる上で重要なのは音色だぞと。これすごい言われましたね。で、やっぱり自分もその後、音楽の世界でやってて、まあなんだかんだやっぱり音色、人が感動するものの、いろんな要素の中で音色ってのは非常に大きなウェイトを占めてるなというふうに思ってて、どんなに難しいパッセージをね、弾けたとしても、まあ、結局音色がいまいちだったら、人はなかなか感動できないのかなと思って。だから音色っていうものにね、ものすごくこうフォーカスして、まあ練習に励むといいかな。練習にしろ、本番にしろね。まあそんな風に、なんとなく、ずっと思っていましたが、最近、またなんとなくこの年になって、さらに思うようになってきたなと思っています。打楽器だと、打楽器はリズムが命だぞとか言いそうなところが、うん、やっぱ音色なんですね。そうだね、まあ、よくねそういう話って、ね、出るんだけど、打楽器だからリズムが大事ってことは全くないと思うんですよ、うん、多分どの楽器の人もリズムは大事ですよね。うんうんうん、だから打楽器の人ってリズム感がいいってこともない、打楽器だからいいってことはないんですよね。ああ、なるほどね。うんうんうん、実際自分も高校の頃までトランペットやってましたけど、リズムはその頃から得意でしたしね。うんうん、まあだから太鼓ってとにかく叩けば音が鳴っちゃうんで、うんうん、なんとなくそれで音楽できちゃってるような気分になれちゃうかもしれないけれども、うん、まあ、とにかく、様々な、美しかったり、かっこよかったり、あるいは力強かったり、繊細だったり、様々な音色を出せるようにね、ぜひ訓練したいな、というふうに思っております。うん。でもさ、様々な音色っていうことがわかるには、耳がやっぱりできていかないとダメですよね。そういうことです。
ね、すごいそれは思いますね。ですね。うん、私なんか今下のスタジオにピアノが常設してあるじゃないですか。でまあまあいろんな人弾いたりするんですけど、やっぱり私牧田さんのピアノってあのピアノじゃなくてピアニッシモとか、うん、小さい音のピアノ、うん、でねすっごい綺麗だなって改めて思った。わ、うん、なんかねああいう音出す人ってあんまいないのかなってなんかね最近なんか改めて思いましたね。Yeah. うん、やった別になんか要求してるわけじゃないんですけどね妹子でいや本当にすごいそう思いました、うんうん、また生で早く聞きたいなと思って。いや一緒に演奏したい ね、 はい、はい、ということで3分の3のコーナー終わりします。はい、夏美お嬢様から何かお知らせがあるとのことで。はい、ですね、コロナ禍の中で文化庁 の、 あの芸術文化芸術活動 の、 あの継続支援事業ってことで、今回の実は牧田さんも好きだと思うんだけど和太鼓あとはっていう仙台に在住してる和太鼓グループがあるんですけど、その人たちとちょっとコラボするという企画がありまして、いいね和太鼓。そう、あの神田明神ってあの神社、うん、中にあるホールでやりますので、よかったらいらしてください。2月24日です。これはね、もう、どんな状況であろうがやると思います、多分。あの、なんか、できなくなっちゃう理由がない限り。そう。うん。素敵。はい。では、清見お嬢様。私はあの自分の YouTube チャンネルに、このねコロナが収まってこうすがすがしい朝を迎えられるっていうのをイメージして新しい朝にっていう新曲を今録音したので、それを近々アップすると思いますので URL をよかったら下に貼っておきます。楽しみにして、はい、はい、わかりました。私からはですね、シエナウィンドオーケストラのブラバンディズニーの、まあ、毎年やってるツアーが、あの、今年も始まります。それがいつ始まるかというと、1月の、20、嘘です。20は合ってた。23日、福岡。24日、広島。そして、2月、3月と、複数箇所でやりますんで、よかったら足をお運びください。はい、ということでね、今日はお開きにします。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。バイナラ。さよなら。さよなら。さよなら。懐かしい。